こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。インドネシアの旅を終えて日本に帰るだけとなりました。クアラルンプール経由なので、その見どころを歩きます。インドネシアで旅した場所です。それではどうぞ。8月7日インドネシア15日目、メダンのホテルで朝6時です。メダンの朝は渋滞が激しいと言います。なので早めの行動です。スムーズに移動できました。そろそろ空港です。電車も走っています。時間が合えば電車がいいかもしれません。約1時間で到着しました。オランウータンを見に行った時の運転手さんですが、いい人でした。9時20分発のマレーシア航空クアラルンプール行きです。マレーシア航空、いろいろと事件がありましたが、マレーシアのフラッグキャリアであり、ワンワールドのメンバーでもあります。インドネシアのメダンを飛び立ちます。マラッカ海峡を越えるとマレーシアです。約1時間でクアラルンプールの空港です。メダンとは1時間の時差があり、時計を進めます。日本に向けての出発は22時50分なので、相当の待ち時間があります。今年2月25日にクアラルンプールに来てはいますが、通り過ぎただけです。ここはトランクを預けて市内に向かいましょう。預かり料金は現金です。ドルでもいいということなので、10ドルでお釣りをもらうことにします。12リンギットでなんとか過ごすことにします。クアラルンプール市街に出るのに電車が便利なようです。切符はクレジットカードで買いました。55リンギットもします。でも快適な車内です。約30分でクアラルンプールセントラル駅に到着です。駅の構内にセブンイレブンがあります。カップヌードルが3リンギットです。クアラルンプール市内を巡るのにGOKL シティバスというのがあります。これがなんと無料なんです。なので大混雑です。国立モスク前でおります。1965年に建てられました。マレーシアの国教はイスラム教です。国旗にイスラムの象徴である月と星があしらわれています。中は大きな広間のようです。シータで撮影しました。近代的なビル群とミナレットが対照的です。独立広場まで歩きます。国立繊維博物館です。建物は1905年に建てられた旧鉄道事務局です。独立広場です。1957年8月31日にマラヤ連邦の独立が宣言された場所です。100メーターの国旗掲揚塔があります。広場の向かいにはスルタン・アブドゥール・サマドビルがあり、現在は最高裁判所です。マレーシアの植民地時代を代表する建物として知られています。独立広場の先にバス停があります。 GOKL GOKL シティバスの路線図です。クアラルンプールの中心でしたら大抵のところに行けてしまいます。4つのラインがあり、ここはレッドラインです。レッドラインの発着場所のプクリリンバスステーションに来ました。ここでブルーラインに乗り換えます。色の名前なので車体もブルーかと思いきや、GOKL シティバスは全てこのピンクです。路線はバスの前の電光表示板を確認しなくてはいけません。KL タワーの近くでおります。KL タワーの近くまで行ってみます。この辺りはクアラルンプール最大のビジネス街で、高級ホテルが立ち並ぶ場所です。そんな場所に印象的に立つのが KL タワーです。1996年に完成しました。先ほどのバス停で今度はグリーンラインを待ちます。頻繁に走っているのでそんなに待つことはありません。クアラルンプールはまだまだ発展する街のようです。工事中の先にツインタワーが見えます。クアラルンプールシティセンターに到着です。ペトロナスツインタワーです。クアラルンプールといったらこのタワーでしょう。452メーターもの高さがあります。1998年完成で、当時は世界で一番高いビルでした。広角で撮ると面白い構図になります。シータで撮影しました。近くまで寄ってみます。重厚な外観に圧倒されます。これで帰ります。ブキツビンタンでバスを乗り換えます。この地域はクアラルンプールきってのおしゃれな街だそうです。パープルラインが来ました。4路線を駆使してクアラルンプールを巡ったということです。パサールスニ駅です。この手前は広大なチャイナタウンとなっています。ここから KL セントラルへは次の駅です。ですが、クアラランプール駅方面に向かいます。その前の道がバス通りです。そこでレッドラインを待ちます。KL セントラル駅に戻ってきました。つまりクアラルンプール市内の移動は全て無料でした。空港に戻ります。高いだけあって快適です。おまけに空いています。22時50分の日本航空成田行きです。クアラルンプール空港、近代的で綺麗です。ラウンジが利用できます。日本語のメニューがあります。このカレー最高です。揚げ出し豆腐があります。やはり日本食最高です。登場する時間となりました。なんとなく狭い感じがします。でも足を伸ばせる空間があります。メニューは明日の朝食です。日本では飲んだことがないエビスビールをいただきます。いかがでしたか？クアラルンプールも面白い街です。これで一寝入りすると日本です。ご視聴ありがとうございました。